現代人というものはもうドラマティックな死ができなくなってしまった。病院の一室で、一つの細胞の中の、今現代の死は病気にしろあるいは交通事故にしろ、何らのドラマがない、英雄的な死というものもない時代に我々生きております。